ゃん、ちょっといい？はい。どうされました？今さ、福井さんいないよね。はい、はい、いらっしゃらないです。こっそりちょっと事務所入っちゃいたいんだけど。あ、船長の方に確認して。はい、だめだめ、内緒で行こうよ。内緒で。あ、ジェシさん、今福井さんいないから。ちょっとそれは言わなきゃ大丈夫、バレないよ。まずいです。空いてるかな。あ、空いてる空いてる。よっ。いや、ジェシさん待ってください。はい、いえ、なんかいいのないかな。あ、たけちゃん、たけちゃん、これいいんじゃない？はい、ちょっとさ、これこ、はい、タックルの準備内緒でしといてよ。いや、ちょっと船長に怒られてしまうんですけど。大丈夫大丈夫、元だけ組んどいて。お願いね。あ、ジェシーさん、はい。皆さんこんにちは、ジェシーです。スリコレチャンネルの時間がやってまいりました。ジェシーは今回 GT フィッシングコンテストに参戦中のため、ここ奄美大島にやってきました。はい、こんにちは、福井健三郎です。今回ジェシー来てもらってコンテスト中なんで、一生懸命やってる中でね、ちょっとね、前回の挑戦状でね、負け方がちょっと消化不良だったんですよ、僕の中で。ちょっとね、一発逆運と言わせようと思って、逆にチャレンジしようかなと。こっちがね、ちょっと女王様をね、叩きのめそうかと思ってます。今なんか噂には聞いてたんですけど、私に挑戦しようとか思ってるみたいな。負けだから挑戦者ですよね、僕ね。ちょっとリベンジじゃないですけど、もう一回ちゃんと鼻からルールっていうか、結果がどういうあれかっていうのを知って挑みたいですね、今度は。確かに。まあ、そんなこともあろうかと思って、実はですね、私前日に参りしてるんですけど、福井さんの事務所にこっそり入ってあるロットを準備してるんですよ。まあまあ、もう何でもいいですよ、ベイトリールだろうが何だろうがね。あ、言いましたね。何でもいいよ。たけちゃん、ちょっとロット持ってきて。はい、お持ちいたしました。竹のくせにこれだって。今回竹ロットに竹るわ。竹なんだ、事務所勝手に入ったんだよ。すみません、竹さんに呼ばれてしまって。15年前のタックルですよ、これ。しかも何番5000番 1.5 号に40ポンドじゃん、リーダー。前回より細いの、前回2号でしたからね。折れないかないいよ、やりますよ、じゃあこれで。これでじゃあ挑戦受けてくれますか、とりあえず。まあ仕方ないですね、どうせ私が勝つと思うけどくー、これ投げれるかなよ。もう10年ぐらいやってないかもしれない。今回は福井さん、このタケロットにタケるわ。私はいつも通りのスピニングタックルで、今回のこの勝負受けて立とうと思います。よっしゃ、頑張るしかないな、これは。ちょっとまたすごいハンデ持ってきやがって。私も負けないぞ。よっしゃ、とりあえず行きますよ。出た、変なあれだったもんな。お、いいサイズか。元も？元もこの時期こんな感じ、だいたい。いいじゃん。ね、本当いいよこれ。今日まで食べたい。実はね、このロット2本ありまして、僕は昔クリスマスに行った時1本折っちゃってるんですよ。キャスティングで折っちゃったんですね。で、実はね、これね、引退された小島玲子ちゃんのロットなんですよ、実はね。昔よく一緒に
海外でセールフィッシュ行ったり GT 行ったりしてて、まあそのロットをちょっとね拝借してね、ちょっとこれでやってみようと思います。ちょっと小島くん借りますよ。今回の意気込みはどうですか？今回はね、まあ余裕だと思いますよ。なんせ前回2対1で私圧勝でしたからね。今回もギャフンと言わせてやるぞ。あ、出てる出てる。さあ誰に食う？まあ、天柱でございます。これ追い抜いたでアクションが難しそう。やばい、ノーバイトだ。タケルアで出ています。ダメだ、オレンジ色では勝てない。急げ、ホッパーだ、ホッパーだ。タケチをつけたね。このモジャコについてる、さっきからやっぱ。あ、いたいた、モジャコに。モジャコについてるわ。ミラコ生えてる。モジャコにめっちゃついてるよ、なんか。モジャコに出てきたね。うわー、どうしよう。うわー、どうしよう。やった。遅かったな。やられた。やべえ、嘘で。あー、食いましたよ。はい、食いましたよ。怖え。怖え。怖い。ピーチご飯。よし。お。全然反応しない。タケチオの反応が最高だよ。いい出方やったよ。トラが熱い。浮いてきてる。叩いてる。4、5バイト連続出されて、私バイトもなし。女子。やばい。竹は偉大やね。周りがすごい。そう、なんか竹ちゃんしか出ないんですけど。周りがすごい。竹。あ、もういいよ。何メーター？よし、もう食べていいな。よし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 、上がってくれ。
何メーター竹？今26メーターで。オッケーオッケー、山でいいよ。よし、回ってきよう。曲がりがすごい。追従してるからも。でも竹は偉大ですね。おう、タケ、写真撮って。もうねえんじゃん。もうやってた。あんだけ上がってくるな。うん、お、まあまあいいサイズじゃん。いいサイズよ、これ。土台は高いっすね。あらー、ジョー様やばい、ナイスサイズ。飲んでる、飲んでるんだ。ちょっとこれ、さあ、もう一回落ちたね。さあ、竹中が来てる。すげえすげえ。今かけるわ。また。はい、でかいね。でかい。あら、竹にやりましたよ、竹に。おじちゃんを舐めんなよ。すげえよ。舐めてたな、これは。これでもやられました。完全に舐めてた。すげえ。マジでよ、すげえよ、これ。まだでかいね。でこれはさすがにかかってからも心配だよね。心配。もう失格するみたいな。全部追従してるから。泳がせろってことだよ。海外でもここまででかいのは釣ってないって。多分20キロぐらいはね。これもちろんあるでしょ。全然あるでしょ。さあ、やってまいりましたよ。バンブーちゃん、バンブーちゃん、滝地を登れて見えないけど、ミッピー、足よ、はあ、25キロぐらいだよ。減量に入ります。ほら、いや、判定は25です。おー、25にします。20やったぞー。ピー飛んで、そんなのに25はやばい。何せ泣き女王様、何にもバイト出せなかった。もう出して4バイトぐらい出してる。こんな格好しますけどね。おじちゃんを舐めんなよ。あー、やばい。なんだよ、この格好はよ、一体。今回、1本目、魚はこんなんで取れました。また1匹目だよ。今回はね、勝つ勝負だからね。まだまだ行きますよ。まだまだ私にもチャンスがあるぞ。負けないぞ。いや、今回はダメ。ついてるぞ。ありがとう。はい、バイバイ。まだやったぞ。やられてしまいました。まずい、やばい。今回も絶対勝とうと思ってこのタケロットを準備したのに、なんと1匹目に25キロを釣られてしまいました。でもまあ、今回は最初から数勝負ということなので、まだまだジェシーにもチャンスあるぞ。頑張るぞ。おー、ちょっと増えてきます。ありがとう。元気出して。おい、行った。元気出した。マジやばい。だんだん時間もなくなってきちゃったし。みんな釣ってんのにさ。バイト出ても乗らないし。絶対。
なんか呪われてる。いいです。でかっ、テール一本でかいよ。これ美奈子ちゃん優勝するやつじゃないですか。読めよ、これ。俺は知らないぞ。俺は知らないぞ。この格好、この格好でメイクして許して。空気読まないぞ、こいつは。こいつが悪い。46キロで言われた。これぞ。やめよう。こんな感じです。こんな感じです。ああ、釣れんかったー。